パージ大統領令は2016年制作、公開のアメリカ合衆国のスリラー映画である。2013年から続くパージシリーズの3作目である。公開年に米国内で行われた大統領選を題材としたことなどからシリーズとしては最大のヒット作となった。経済が崩壊した後のアメリカでは新しいアメリカ建国の父たちを名乗る集団が全体主義的な統治を行っていた。NFFAは1年に1回、殺人を含むすべての犯罪が合法化される夜を設けた。この間、すべての警察、消防署、医療サービスが停止される。そしてパージ2ヶ月後に是非を問う大統領選が始まろうとしており、パージにことを唱える女性の上院議員ローンが台頭。そして政府はその年のパージで国会議員を含む上流階級への標的免除条項を排除。パージが始まった夜、ローンは謎の武装組織の襲撃を受ける。ローンは彼女を護衛するレオ、彼女の支援者たちと共に国策としてのパージの是非が問われる命運をかけた12時間を乗り越えようとする。括弧内は日本語吹き替え2014年10月6日。ジェームズ・デ・モナコは第3作目の制作を発表し、プロデューサーのマイケル・ベイやジェイソン・ブラム、アンドリュー・フォーム、ブラッドリー・フラーも引き続き参加することになった。2015年8月3日にフランク・クリロが引き続き主演を務めることが発表され、9月10日にはエドウィン・ホッジ、カイル・セコー、ジョセフ・ジュリアン・ソリア、ミケル・ティ・ウィリアムソン、エリザベス・ミッチェルの出演が発表された。2015年9月16日から、ロードアイランド州プロビデンスとウーンソケットで撮影が始まり、いくつかのシーンは、ワシントン DC で撮影された。ウィーンソケットの主要通りでは、近未来のワシントン DC のシーンが撮影された。北米では、BFG、ビッグフレンドリージャイアント、ターザン、リボーンと同日公開となり、公開週末の興行収入は2500万ドルを、記録すると予想された。プレミア上映では360万ドルの収益を上げ、全2作品の記録を上回った。公開週末の興行収入は3140万ドルを記録し、4日間の合計で3480万ドルの収益を上げている。ロッテントマトズには141件のレビューが寄せられ、支持率 55%、平均評価 5.4/10 となっており、特に微妙ではないが、やはり強力なインパクトと時期を得たテーマの融合は、劇的な効果をもたらしたと批評されている。メトクリティックでは31件の批評に基づき55、100のスコアを与え、シネマスコアでは B 評価となっている。2017年2月27日、ジェームズ・デ・モナコは、第4作目の制作を開始すると発表した。また、デ・モナコは、パージ制度が、なぜ成立したかを描き出す、前日譚を制作する計画があるとも述べている。ありがとうございます。